ジャッキー・ジェンセンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。1954年から1959年の6年間で、アーニー・バンクス、ウィリー・メイズ、ハンク・アーロンを上回る、メジャー最多の667打点を記録。カリフォルニア大学バークレー校時代、アメリカンフットボールと野球の両方で、オールアメリカンに選ばれている。 1949年10月13日に、ビリー・マーチンと共にパシフィック・コーストリーグのオークランド・オークスからニューヨーク・ヤンキースへ移籍。ヤンキースでは3年間で108試合の出場に終わり、1952年5月3日に、ヤンキース側がジェンンを含め4選手、セネタース側が2選手のトレードで移籍。セネタース移籍後、四十四試合に出場し、打率。 286.10本類が80打点を記録し、オールスターに初めて選出された。1953年12月9日に、ミッキー・マクダーモットとトム・アンフレッドとのトレードで、ボストン・レッドソックスへ移籍。レッドソックス移籍1年目の1954年、25本類が117打点、22盗塁を記録したが、32閉殺を記録。 この記録は1984年にジムライスが36閉鎖図を記録するまでの間メジャーシーズンワースと記録だった1955年はリーグ最多の116打点を記録し3年ぶりにオールスターに選出された1956年は自己最高となる打率315リーグ最多の113塁打を記録1958年は 3年ぶりにオールスターに選出され、自己最高となる35本類が122打点を記録し MVP に選出された。1959年には自身初となるゴールドグラブ賞を受賞。飛行機恐怖症と家族と一緒に過ごしたいことを理由に1960年1月27日に現役引退を表明。 1960年はプレーすることなくシーズンを終えたが、1961年に1シーズンのみ復帰し、現役引退。1982年7月14日に心臓発作のため死去。2000年にレッドソックス野球殿堂入りを果たした。ありがとうございます。